はい、テンクルコーポレーション所属タレント振付師のパーツ石破です。今日はですね、はい、じゃん、北海道観光大使ということで北海道に来ております。はい、でですね、北海道、まあ、僕3泊4日なんですけど、まあ、全部一緒にこう僕をエスコートしてくれる、ギタリストの亮太郎君です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ですね、まあ、いつも亮太郎君はね、はい、北海道、まあ、東京来た時は、ね、はい、一緒にいるんですけれども、まあ、僕 の、 今、曲を作ってくれたりとか、あとはライブでサポートでね、はい、ギターを弾いてくれてるわけでございますけど、まあ、そんな亮太郎君と、まあ、3泊4日の旅ですね、そうですね、はい、していきたいと思います。でですね、今ここは、千歳空港でございます。このじゃあ、はい、北海道、ね、で、まあ、ざっくりこう見回すとじゃあ、まあ、こういう感じでございまして、なんかツリーよね、はい、まあ、そういう感じでございまして、でね、僕のおすすめなんですけど、ここ、まあ、中心なんです、ね、うん、そうです、中心 で、 で向こう側に行く と、なんかお土産屋さんとかあるわけですよ、はい、でこっちね、エレベーターあるんですけど、エスカレーターぐーっと上に上がっていくと、僕がよく行く、ラーメン道場、はい、ラーメン道場、はい、ありますか、じゃない、横浜の、うん、ラーメン道場、よくそこで僕が千歳に来たらラーメン、反対に向こう側行くとフードコートとかあって、うん、はい、でそこは僕いつもね、何ジンギスカンだね、有名な松尾ジンギスカンのもあるんですよ。あ、まあ、そこで食べるか、はい、ラーメン食べるかみたいな感じでございますけどね。まあ、この後、今日は2月の、10日11日、はい、で雪まつりが最終日なんです、はい、なので、まあ、雪まつりに行ってきます。急遽は、ジェイコムさんの方にちょっと駆けつけるかどうかっていう感じなんですけどね、はい、行きたいと思います。というわけで、北海道旅どうぞよろしくお願いします。でこれね、最後北海道ラブで毎回締めたいんですけど、はい、北海道観光局 の、 合言葉、北海道ラブなんです、はい、で僕がフリー、これ L を一緒に北海道ラブで締めたいと思います。せーの、北海道ラブ、はい。